初告白、ショートでも4回転半をやろうと思っていた素顔の羽生結弦地元仙台だから語れる本音1ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。プロスケーター転候を表明した羽生結弦さんが地元仙台東北放送の情報番組に生出演。北京五輪での4回転半挑戦の真実を語ってくれました。北京五輪のフィギュアスケートで 羽生結弦さんはショートプログラムの冒頭で回転が抜けるハプニング。フリーの演技では4回転半に挑戦するも転倒し惜しくも最終4位となりました。しかい、ショートでハプニングがあったから、フリーで最初から貫いてきた4回転半に挑戦できたのではないのか羽生結弦さん、ショートで別に失敗してもしなくても、フリーで4回転半はやっていましたね。間違いなく。ただ気持ちの入れようが変わったかなとは思います。 正直この時は怖いものがなかったというのは、間違いなくショートプログラムでのミスがあったので、本当に思い切っていけたというのはあるとは思います。しか4回転半はまだこの時点でフリー演技に入れる完成度ではなかったと思うが、五輪でのモチベーションがそこにあったのか羽生結弦さん、自分の人生プランが五輪の2連覇だった。ピョンチャン五輪が終わってから競技としてスケートを続けるという考えがなかった。 自分自身もふわふわした中でこれからスケートをやっていくにあたってモチベーションなんだろうと考えた時に小さい頃にお前4回転半飛べって恩師から言われていたのでじゃあ恩師の言葉と自分が飛びたいと思っていった気持ちを叶えてあげるのが自分のモチベーションかなと思ってやっていた。北京五輪に関してはモチベーションが連覇じゃなくなっている。 4回転半しか出る意味がなかった。羽生結弦が北京五輪で退院したことは、羽生結弦さん、これは初めて言うのですが、ショートでも4回転半をやろうと思っていた時期があったんですよ。正直。それぐらい4回転半を成功させることが、一番自分にとって大切だったので。だから、北京五輪4位って正直。まあ、振り返ってみると悔しい気持ちはあるが、 しっかり挑戦して公認という形も取れて良かったと思っている。五輪ではどうしてもメダルばかりが注目されますが、個人のチャレンジに意義を置くことを羽生さんが体現したとも言えます。羽生結弦さん、やっぱり、個人のアスリートとして出させてもらうには、自分の気持ち。言ってみれば、ソチ五輪、ぴょんちゃん五輪の金メダル二つだって自分が取りたかったから取りに行けたわけで、だから選手の気持ちが一番だと思います。素顔の羽生結弦2に続く出、出典。 東北放送、羽生結弦さんの表紙撮影の様子を紹介。最先端の暮らし2020、阿南2192号、3月11日、水曜日、発売の阿南2192号、最先端の暮らし2020の表紙にご登場いただいた、羽生結弦さんの撮影エピソードを紹介します。阿南編集部、伝説のプログラムで優勝を果たした、四大陸選手権での姿が、表紙に、毎年フィギュアシーズンになると、 羽生選手の試合を追いながら、祈りつつ見守る日々が始まります。そして、羽生選手を応援する皆さんの期待に応える今年らしい記事は何なのか、ああでもないこうでもないと模索する冬です。今季の羽生さんは SP も FS も、プログラムは昨年のものがベース。そして、具体的なスケジュールが定まってくると、どうやら今季は試合数を多くこなすことになりそうだという見通しが明らかになってきました。そこで、 今回、アナンの記事は、2019-2020の軌跡と題し、試合ごとにレポートするスタイルに決定、昨年までの試合写真を選びながら迎えた2月の頭、ビッグニュースが入ってきました。羽生選手が、四大陸でのプログラムをオリンピックの時のものに戻す、というのです。つまり、これまでの試合とは違う、バラード第1番と、生命の衣装を纏い滑る羽生結弦が、四大陸選手権に降臨する、 とということなのですであれば、その写真をぜひとも表紙にしたいものです。そこで、それまでの表紙候補を全て白紙に戻し、四大陸の試合に絞って新たに選んだのが今回の表紙です。ファンの方はお分かりだと思いますが、実はこれ、試合本番のプログラムではなくエキシビション、ホープレガシーでのショット。試合が終わり緊張から解き放たれた羽生さんの、すがすがしい笑顔が印象的です。 今回の記事は、四大陸の優勝祝詞、なんと32ページというボリューム、試合用をスタイルにしたことで、羽生選手の今季の気持ちの流れが克明に浮かび上がる記事となりました。フォトグラファーの写真も本当に素晴らしく、手前溝ながらため息が出るほど美しい32ページに仕上がっています。四大陸選手権で優勝したことにより、男子史上初のスーパースラムという快挙を成し遂げた羽生さん。 来週スタートする世界選手権でもご活躍をお祈りしております。S ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。